日本四国地方徳島県徳島市、寺島本町東、寺島本町東は、徳島県徳島市の町名。内町地区に属している。寺島本町東1丁目から寺島本町東3丁目まで、あり、東から1から3丁目と並ぶ。徳島市の調査による2009年12月現在、の人口は239人、世帯数は111世帯。 郵便番号は、郵便番号770-0832。徳島市の中心街に位置し、JR 徳島駅、駅前東半分を占める。西半分は、寺島本町西である。大和ロイネットホテル徳島駅前や、四電プラザ徳島、徳島ステーションホテルなどが散在して、商店街を形成している。北は、徳島駅構内の大半オフ。南は、 一番町に接している。朝夕のラッシュ時には多数の通勤、通学者が徳島駅に集散し、特に夕方の往来が多い。江戸時代には徳島城との間を寺島川が流れ、寺島本町西とともに阪神の屋敷が並ぶ武家地だった。ここを東西に貫く本町筋が本通りだった。東端の県先には銀札上五役所や寺島学問所があった。 明治には、寺島町の一部で、正治では、本町筋を境として、北が、寺島本町北の東半、南が、寺島本町南に分かれていた。1899年、現在の寺島本町西、東にかけて、徳島駅が開設され、徳島市の表玄関となった。1907年、県先から寺島川を越え徳島城跡に入る。 県先橋が仮設された。現在は城の内橋がかかっている。1941年、寺島本町北の東半、寺島本町南、徳島町の一部を加え、現在の町名となった。徳島町から一部が移されたことにより、徳島駅の東半のほとんどが寺島本町東となった。1975年に神谷町の一部を編入。 1972年に南海ショッピングセンターが開店。1983年に徳島、シティとしてリニューアルし、周辺地域の中心的な商業施設となった。2013年、老朽化などにより徳島、シティが閉店。同地には2015年に大和ロイネットホテル徳島駅前がオープンした。NHK 徳島放送局大和ロイネットホテル。 徳島駅前かつて存在したと、福島シティ県道橋梁かつて存在した施設。ありがとうございます。